いらっしゃいませ、ヴィンテージデニムアドバイザー藤原です。本日もですね、デニムジャケットの、解説を行いたいと思います。こちらの、リーバイスヴィンテージデニムジャケット、タイプ1、タイプ2、タイプ3に載ってます。こちらシャープ18番、こちらはですね1946年モデル、今回こちら、はい、全く同じ年代です。1946年モデル、はい、こちらもですねレザーパッチが少しね破けがあるんですが、サイズが40というサイズの、ワンウォッシュ状態です。こちらをちょっとね解説させていただこうかと思います。やはり、対戦モデル、はい、この間紹介させていただきました。第2次世界大戦中の S501-506WX からですね1946年、こちらのねシャープ18の本の方に、きちんと解説が書いてあるんですが、 OPA が解除されます。この解除されたということは、対戦中に簡素化されていたパーツが元に戻されるということです。シンプルに言うと、なのでボタンが 1,2,3,4,5 個、はい、あとこのポケットにフラップが戻ります、はい。戻った、形が、まあ、いわゆるこの代表される形なんですけれども、僕もね実は対戦モデルも、ね、シンプルでかっこいいんですが、このやはり5つボタンのフラップ付き、これがもうザ・ファースト、はい、タイプ1というふうに思っております。こちらなんですが、対戦モデル直後、なぜこれがですね分かるかという、こちら 501XX です。これは実はですね、同じ年代1946年モデルと言われる、WX になります。はい、このジーンズ特徴です。対戦モデルといえばこの隠しリベット、ここにですね、鉄が使われたり、これはちょっとプクッと丸い、はい、形状になってます。対戦モデルの隠しリベットというのはこういった丸い形状が多いです。そしてこれが解除されて、まあパーツとして47年ですね、戻る時にはこのすごいフラットな、隠しベッドに、変わります。なのでこの形状、はい、ちょっと丸いですよね、はい、こちらはいわゆる対戦中に使われたと同じ仕様。そしてもう一箇所、はい、こちら前の、いわゆるフロントボタンですね、フロントボタンの後ろ側を見ていただくと、この一番端の部分です。ここがもう本当に切りっぱなしという言い方ですね、はい、これが47年にも入ると内側にキュッとしまわれるので、もう見た時の形状がはっきり違います。ここが切りっぱなし、はい、そして隠しリベットが丸い、はい、このパーツを見ていわゆる46年、こちらやっぱり注目されるのが、生地はまだ当時対戦モデルで使われたちょっと荒々しい、はい、ゴワゴワした生地が使われています。なので最近ですね、もうここ数年46年モデルっていう風なカテゴリーができて、もうジーンズはね特に人気があります。じゃあ G ジャンの場合ですね、はい、どこを見たらそれが分かるか、もちろんこの生地感というのも、長年生地を見てたりとかすると少し分かる感覚はあります、はい、あとこれだけ真っ紺だとね少し、違いがあったりします。レザーパッチ形状はねほとんど一緒です。こちらちょっと割れてますが 506WX、 サイズが40と、はい、0とか読めますね、はい、そしてステッチ、こちらもオールイエローステッチですね、はい、このボタンから横のスクエアのこのステッチがずれます。少しずれてます。一番下はねここは一緒になったとしても、あとが全部ずれてますね。後ろですね、いわゆるこのバックル、はい、このバックの金具、こちらが重要なんです、はい、一番注目するべきここところがこちらになります。このバックルの形状、ジャケットの本にも、はい、ここをね特にアップして載せております。皆さんね、ファーストの場合このよく針、バックルが針針という風な言い方をするんですけど、この針、これまさしく2本針があります。そしてこのこちら側から通してブスト
刺す。こちらがザラザラしたヤスリのバックルというふうな通称呼び方があります。そしてよく見ていただくとこちら側から通すんですけれども、はい、反対のここ見ていただくと、こちらよく見ていただくとどれだけ引っ張ってもこの隙間、ここの隙間は入らないですね、狭すぎて。ということはここを通して針を刺しますが、もうこのピロンという出たままで止めるしかありません。この後の年代になるとまた新たなバックルになって反対側に入るようになるんですが、ちょっとこの小さめのバックル、いわゆる反対側が入らない状態ですね。はい、この形状、このバックルが第二次世界大戦の最後の方ですね、こちらの本の一つ前、シャープ17、はい、対戦モデルの、ジャケットなんですけれども、こちら見てください。同じ形状のバックルが使われております。はい、でこちらも同じ反対側には入らない、はい、これがやはりそのままこのジャケット使われているというのが一つ特徴です。あともう一つがですね、やはりリベット、僕もあの501の本の時もそうなんですが、今回ジャケットの本にも特にこのいわゆるリーバスのこのリベットの拡大写真は結構載せさせていただいてます。はい、ここの形状 LS&CO の CO が文字が同じ大きさですね。はい、そしてこちら側を見ていただくと今度は CO の O が小さいです。こちらは CO の O が小さいっていうのはよく戦争前に使われていた、まあ、特にジーンズだとバックルバックの年代ですねに使われていたリベットが使われております。はい、あとの場所も何箇所かチェックしたんですけれども、ミックスされてます。戦争前の、リベットが数箇所混じってます。ここあたりはやはり47年に入るともうほぼほぼ CO の O が同じ大きさ、はい、でもこの46年に関してはやはり当時バックルバックの古い年代のリベットが使われております。先ほど言ったここの小さいバックル、はい、あとはリベット、はい、戦争前のリベットが使われています。あとはこのもうゴワゴワしたこの生地ですね、触るとやはり少し厚みがあります。これは本当にいわゆる対戦モデルの頃に使われた生地と同じ、もう僕はよく接客では真っ黒ですとよく言うんですけど、真っ黒い生地ですね、はい、これがいわゆる1946年モデルというふうに今回、この本ではカテゴライズさせていただいております。ファーストハリハリっていう風な戦争後46年、あと47年から約50年までいうのは後ろのバックルハリを使われてるんですけれども、この46年モデルという風にもうこの1年ですね、本当に1年っていうのがこう分かる年代、色落ちに関しては本当に対戦モデルと変わらない色落ちになると思います。もう生地感が真っ黒です。僕も本当に今まで何百という数対戦モデル、そうですね、これに近い WX 見させていただいたんですが、もう生地感が全く違うというふうな感想です。こちらもね、販売できるように、なればいいなと思っております。これはもうね、今生地感的にまあワンウォッシュ、レザーパッチも少し割れてるんですけれども、先ほどね僕ね実は見たらこの中にちょっと紙がねありました。これちょっと取りますけど、はい、これはねデッドストックの状態でしたらここの中に実は入ってるんですけど、上にビョコンというこの紙の状態でサイズ40っていうふうに書いてます。これはこの実はレザーパッチの内側にねこう縫われてたやつなんですが、このこれまでこうまだ残ってるというねすごい状態です。生地感からしてワンウォッシュ入ってちょっとキュッと詰まったかなというこの状態、今日は1946の 506WX を紹介させていただきました。はい、またねこの本に載ってるオンブックの、ジャケットなどもね紹介していこうと思いますので、お楽しみにしてみてください。